昨日東京から内村先生と一緒に三条町へやってまいりました。昨日夕べはちょっとねしぐれてまして、今日はね雨が降るんじゃないかなと思ってね、ちょっと心配をしてたんですけど、皆様の行いがいかにいいか証明されましたね。それと内村さんがね、いつもいろんなところへコンサート行かれるんですけど、内村先生が行くとこね、いつも晴れてるらしいんですよ。だから今日は内村さん連れてきたからこんなにいい天気になったかもしれませんけどね、本当に今日は楽しくね、ちょっと西洋音楽と日本院旋法、ちょっと難しい題でございますが、音を出しながらね、皆様といろいろ勉強させてもらいたいと思います。それと今日、会長先生、宗家先生、またいろんな師範の先生方の前で本当に生意気なことを言って申し訳ありませんが、今日は先ほども水野さんの方から言っていただきましたけど、伴奏者としての皆様の義をいつも聞かせていただいてますので、これをここを注意した方がいいんじゃないかなっていうことを、皆さんに本当におこがましいんですが、そういう点をちょっと話させていただきたいと思います。それでは質問がございましたら質疑応答という形でいきたいと思います。それとあと2部になりましたら、内村先生、テノール歌手として本当日本を代表する歌い手でございますから、おそらくいろんなね歌曲を聴いていただけることもできるんじゃないかなと思って、それだけでも皆様本当今日はいい日になるように、2人で一生懸命務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まず西洋音楽と日本音階、西洋音階、音楽と日本音階でありますよね。詩吟っていうのは日本院旋法、先ほど院とじゃ間違ってましたけど、院旋法という、そういう要するに古典ですよね、長唄とか清元とか、それからあといろんな日本の歌曲とかそういうのがあります。その中の、五音階を使っているわけなんですが、五音階、とりあえず五音階、皆様ご存知だと思いますけど、この中の次の詩吟の音階の主音がなぜ3から始まる、それとその次の西洋音階で本数の表し方っていうのもありますね。これも一緒になってご説明させていただきたいと思います。これでちょっと日本の音階、3、なぜ3が主音かっていうこと、そういうのからちょっと始めていきたいと思います。これが五線譜ですよね。皆様の五線譜っていうのはね、学校時代よく見たと思いますけど、今日分かりやすく説明させていただきます。まずいつも子音の3っていうのは、これ後ろ見えますかね、これが子音になっておりますよね。次、ファの音、ミーファ。次はラ、シ、ド。これが要するに先ほど言った日本の院旋法。院旋法、ここも三ダッシュ、これいろいろ皆様使われていると思いますが、ファの音が4っていうところもあるんですが、一応今三ダッシュっていうことで書かせていただきます。それからこれがラの音、ラが5の音、5。次はシの音が6、それからドの音が7となってますね。これで
お分かりですか。皆さん使ってるのはこういう感じでよろしいですか。それでここにやっぱり半音があるんですね。だから全く贅沢なね、本当にこの日本院旋棒っていうのは素晴らしい味を出す音階なんです。ミファミファミファがここ半音で、ミファラシドシドシド、ここも半音なんです。この音階を使うととても優美な音になったり、また悲しげ、悲しいっていう、そういう要するにマイナー戦法っていって、寂しい、悲しい、それから憂い、それからまた清潔感とか、そういう音を出す音階でございます。だからこの銀の使ってるこの音っていったら、非常に世界でもとても気品のある、いろんな音階がありますけど、あとにまた洋旋棒もやりますけど、そういう中でとてもね素晴らしい音階になっております。じゃあこの音階でですね、ちょっと尺八で音を出してみたい。今言いましたようにね、ミファらしい、ちょっと吹いてみますね、この音階を。今の詩吟の音階ですよね。とても何かこう寂しいとか憂いとか、そういうのはありますよね。この音階で全部詩吟はできております。寂しいですよね。ちょっと吹くときね、ちょっとワクワクしながら今吹いたんです。先ほどはもうしっとりと吹いたんですけど、銀絵も同じなんですよね。戦門は自分で心をこうときめかしながら吟じられると気持ちがそういうふうになる。同じ曲を吹いてもこのような違いがありますよね。あとそうですね、いろんな曲があるからもう本当に何を見て分かんないですけど、紅樹の月っていうのはもうそのまま本当にこの院旋棒を全部使ってますので、ちょっと聴いてください。
こういうふうになりますよね。これも先ほどと同じように気持ちをちょっとテンション上げて、吹くと、これもちょっとまた何ていうか、明日が見えそうな感じの歌になります。このように同じ曲でも随分違ってきますよね。心の持ち方、これ詩のですね、皆さん詩を吟じてますから分かると思うんですけど、その詩の内容をよく吟味されて、これは戦の詩か、これは自然を賛美している詩かっていうことで、こういうふうにして同じ曲奏、要するに吟詠っていうのは意外と同じような節だから、つまんないとかマスターしちゃったとか言われますけど、この素晴らしい五音階っていうのは本当にこれでね、いろんな機微を表すことができる素晴らしいその音階なんです。だからもう本当にこの音階で詩を吟じるっていうのは本当にワクワクしてですね、もう黙っていられない人にこうね、こんな素晴らしい吟というのは素晴らしいんだっていうことをね、自分で会得して皆様を誘うこともできると思いますので、本当に心の感情を今言ったように同じ曲を吹いてもこのようにドキドキ感、ワクワク感とかそういうのがね、皆さんに伝わっていくもんですので、その辺をちょっとさせていただきました。これもね、そのまま美空ひばりの悲しい酒っていうんですけど、先ほど言いましたね、ミーファとラーシーが半音だって言いましたね、半音。それでこれちょっとまた水野さんに譜面を、ちょっと譜面っていうかこれを書いてもらうんですけど、このミーファっていうのをですね、これこのアのヘルツも後に言いますけど、これはアが440ヘルツっていうことになっておりますよね。これもちょっと後に話しますけど、とりあえず今ここのミーファっていうのは、西音楽は違う、西音楽と日本院戦法の違いっていうのは、ここにも代表書いていますけど、ミーファっていうのはね、ダラリ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 ラってみんな平均にね、大体23ヘルツぐらいでずっと半音ずつ上がっていくわけなんです。ダリリラ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 っていう感じなんですけど、この日本院戦法のミーファラーシー、ここは平均率ではつかない音を使ってます。ミーファミーファミー、半音ずつタラリラリラリラといくんですけど、このミーファの場合はティーワン、すごく浅いんです。ここがね、銀のね、心の出し方、ここを皆さんオーケストラなんかで伴奏つけちゃうと、意外と平均率でいっちゃってるから銀が全部明るくなってるんですよね。ミーファーラーシーラーシーラーシーじゃなくてラーシーで止まる、これが日本院戦法で素晴らしい、その人の心をキュッと引っ張る、そこがね、とても今忘れられているんです。みんなオーケストラでやったりコンダクターでも、日本院戦法で書いてあるコンダクターもありますけど、今ほとんど平均率でコンダクターもなってますので、そのままつけるとみんな銀がね明るくなっちゃうんですよ。自然を賛美した音楽っていうのはそれでもいいと思うんですが、とても心のこう
やりきれないとか悲しさとか、それを出すにはね、ここミーファーをね、ミーファーと出すにはミーファーぐらいで出すと、とてもね、人の心をキュッと引っ張る。音楽っていうのはとても不安なところ、不安でしょうがない音をたどっていって、それで気温のこのミの音に、使用に戻る。そうするとホッとするんです。音楽っていうのはみんなそうなんです。そのね、このここのミーファとラーシーを使った美空ひばりの悲しい酒。美空ひばりはなぜ皆を泣かすあの悲しい酒でね、自分もその中に入っていくか。ラーシーラーシーって言っちゃうとね、明るくなっちゃうんです。ラーシーっていう、あのここを狭くしてるんです。ひばり、あのひばりさんはもう自然にそういう体についたあの表現の仕方なんですけどね、あれ全くあの日本陰線法で歌って見えるから、あんなに人を引っ張ることができるんです。で、私もあの、いろんなあの慰問とかそれをさせていただきまして、刑務所の慰問だったんですけど、その銀営の方をね、あの一緒に行っていただいて、女性の方だったんですけど、キジコってご存知ですよね。キジコを歌われた時、中であの修行されてるあの方々、おえつになって泣いているんですよ。ほとんどの方が泣いてみました。もうもちろんあの刑務所っていうのはもう本当にあの、僕はいろんな刑務所を行かせていただいたからよくわかるんですけど、本当に目が綺麗なんです。皆さんがキラキラしてて、それであの監視の方とよく話すんだけど、外の人の方が目が怖いですねって言うと、その通りだということであれなんですけど、心が真っ白になってるもんだから、すぐこう受け入れてくれるんですよね。自分の子供を思い出したり、そういうことでね、詩吟の力っていうのは本当にあの大きなものがあるっていうことを、私もあのいろんなところで体験させていただいております。本当にだから詩吟っていうのはね、人の心を揺さぶって、こんな素晴らしいあの芸は本当にないと思います。だけど今は何しろあののど自慢的な感じになっているとこが多くてですね、高い音を出せばコンクールに受かるとかね、えその方があの花々としていいっていうような傾向になっているんですけど、これは皆様ね、あの高い音ももちろんあの必要ですけど、低い音の練習っていうのはあまりされてないと思うんですよね。だからあの低い音っていうのはあのオツの音とか、そういう2、1、それからオツの音ありますよね。自分であの低い音をどこまで出るかで本数を決めれば、自分の本当 の, あの理想な本数っていうのがあの分かるようになるんですけど、みんな自分の高い音出るところで本数決めて見えますよね。あれはまさしくね、あの逆だと思います。下の音の響きっていうのはどんなに素晴らしいか、後にあの内村先生からそういう話もあると思うし、内村先生のお声聞けば分かるけど、下の心で、下の音で人の心をこう揺さぶるわけですよね。だからあの上の音、高い音ばっかり練習しないで、下の音がいかに大事かっていうことを今日あの皆さんぜひ会得していただきたいと思います。下の音がここまで出るよ、ここまで出るから本数を2本落としても大丈夫だ、じゃあこれでやってみようっていうような形でね、やればどんなに世界が今度変わってくるか。皆さんの銀営のね、高い音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 っていうのはね、まあコンクールへね、どうしてもあのまあ余談になるんですけど、これあのコンクールでも何でもそうですけど、皆さん幅っていうのは、自分の幅って、本数の幅はね、2本か2本ぐらい皆さん持ってると思うんですよね。2本3本持ってる方もいますしね、例えば8本、普段8本でやってるんだけど、私は7本でもできる、9本でもできるっていうようなね、要するに幅っていうのは必要だと思うんですよ。詩によって本数を変えるっていう
そういうテクニックも持っていると非常にいろんな面で楽に使えますから、その辺も自分の本数は7本だって決めないで6本でやったり8本でやったり、それでよくプログラムなんかにずっと本数が書いてありますよね。例えば7本の後の6本とか6本の後5本後ろで聞いてまして、人間の耳なんていうのはそんなにねもう精密じゃございません。例えば6本の人がバーッと歌われて次5本そうするとどうしてもね尺八を吹いてる方もそうですけど、前の6本で吹いてて次5本っていうのは6本の耳になってるんですもんね。だから例えば前の人が6本だって言ったら、私いつも5本だけど6本でも出せるっていう、それで6本でやると全く前と同じその条件が出るわけなんですよね。1本下がると非常にマイナスになるんですね。歌い手の方とてもなんていうのかな、銀が沈んだような形になりますから。だから今ここで言わせてもらいますけど、自分で本数をね2本か3本上下できるぐらいのゆとりを持って練習されたら、前の人が5本だけどいつも私4本でやってんだけど、じゃあ今日は5本でやっちゃうとか、そういう変数を変えながら前の人と同じ本数になるか、それより上になるような心がけてくださると、その場でも本数変えることができますのでね、非常に前の方の1本下っていうのは非常に半音の差なんですけど、非常にこれは難しいことですので、その辺をちょっと余談となりましたけど、よく注意されるととてもいいかなと思います。それで本題に入ります。このミニファーラーシー、その日本院戦法を狭めた音でちょっとひばりの悲しい酒を弾いてみます。これは今の言ったミーファーとラシをちょっと狭めてみたんですけどね、そうするとこれ詩吟の陰線法でやったんですけど、これ普通の平均率でやるとそんなに悲しくもないんですね。こういう感じになりますよね、平均率っていう。
そういう同じ先ほど言ったように半音が23ぐらいなんですけど、ヘルツね、それでやるとこういうような形になるんですが、だからこの今からまたやりますけど、陰線法のミーファとラシの間のね狭さっていうのを今日ちょっと勉強させてもらいたいと思いますので、一応これは今詩吟の陰線法の話でした。それで今よく俳句をやる方はいますよね。俳句っていうのは陽線法になりますよね。で陽線法のちょっと俳句の音階をちょっと書きますので、これ皆さんもこれから俳句やったり新体詩やったりする場合どういう音を使ってるかっていうことを、これは例から始まります。ミソラドレッときますよね。皆さん分かりますか？見えますか？ミーファーラーシード、あ、ミーファーソーラドレ、ミーファーソーラドレ、ではこのオクターブ、皆さんこのオクターブっていうの分かりますよね。レから上がって今レ行きましたね。あれを1オクターブと言います。1オクターブ、よくオクターブでっていうのはありますよね。これがオクターブっていうね、要するにレの上のちょうどのレから始まってレで終わりますね。そのオクターブはまた2オクターブ3オクターブとなっていきますけど、このレミソラドっていうのはですね、これも5音階で来てます。俳句なんかの場合ね、俳句ちょっと今日やっていただきますけど、俳句の場合ね、このように全く半音階っていうのはないんです。レの次はミ来てますよね。ソの次はラでしょ。それから次ドに飛んで、これはね明るい感じがします。ちょっとね尺八で吹いてみたいと思いますけど、これも要するに今陽線法っていうか言ったように明るい感じの曲ですね。ついでにもう一つ吹いちゃいましょう。
こう来ますよね。これが陰線法と陽線法の違いです。だ音楽っていうのはこの譜面で明るくなったり憂いを出したりね、とてもそういう音符っていうのは非常に大事な世界ですよね。こんなに明るくなったりやっぱり物思いにふけるようなね、そういう音階もありますので、ここでですね、ちょっと俳句って皆さんね、まだそんなにポピュラーではございませんので、俳句は皆さんね、まだポピュラーそんなに本当に流行ってないですけど、これはでもね、銀の中で色を変えたり、その物語をこう気持ちを表すのにとても今ね大事な分野にもなっております。これは流派によってまたちょっと違うもんでですね、今は日本詩吟楽院風なちょっと、俳句をやっていただきます。それでは鈴鹿さや小林一茶、あ、松尾芭蕉する、松尾芭蕉ですね。これも静かさやって銀鯛を聴くのは伴奏者としてですね、情景を表したいと思ってるんですよ。全部同じじゃなくって戦もんだとか、また後にこれもちょっとご説明させていただきたいっていう思うんですけど、その世界をファッと伴奏で表せれば、その方がそのままスッと入っていけると思います。今静かさやっていう感じですので、こういう伴奏でやります。はい、拍手を。これ今皆さんでお聞きになってて、本当に岩に染み込んだこうね、セミの声がっていう感じの俳句で、こんな陽線法なんですけど、波紋が全然入ってなくてもこういう表現がバーッとね、芭蕉の世界がねこう出てくるっていうのは本当に歌い方ですね。大柳さんの素晴らしい芸ですよね。本当にこういう風にして音楽、詩吟は音楽ですので、人の心にこう突き刺さっていくような何かホッとしたものをねやれるのが銀音楽、要するに銀音楽イコール音楽ですよね。音でね人の心をそういう風にして、もう曲なんかできますか。Yeah.
然お話もしたことないし、今初めてね会わさせてもらったんですけど、こういうふうにして情景を描写しながら先生がこうしてね素晴らしい銀を吟じていただけるということで、本当にありがとうございました。皆様皆様今度はねやっぱりちょっと今までと違った専門的なことにしたいと思いますので、眠らないによろしくお願いします。まずですね、これヘルツっていうのはドイツ語なんですが、これは音の振動数なんです。よく皆様コンダクターでも何でもそうですけど440って書いてありますね。あれは要するに音のヘルツ、振動数のヘルツなんです。これはですね時報ありますよね、ポンポンポンパンっていうNHK の、ね、お昼でも何でもそうですが、これがアの音、ラの音、ラの音440Hz でパン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 、あれが440Hz なんです。これは世界どこでもそうなんですけど、子供さんがお腹から出て一番初め泣く音がこのラの音なんです。どこの子供でもアメリカのアフリカの子でも日本の子でも親と出すのがアの音、この音なんです。それでこれがラの音を中心にして上がどこまでも行きます。それから下もどこまでも恋していきますね。だから今日440っていうのは振動数っていうことを覚えててください。今オーケストラピッチって言ってオーケストラで一番初め音を合わせますよね、オーボエが。あれもみんなラの音です。この音を出してます。ラーって言ってみんなバイオリンでも何でも音を合わせますね。これはみんなこの音なんです、ラ。これは世界に基準になってる音でございます、ラの音。それで皆様本数についてですね、1本2本3本4本5本6本って言ってますけど、五線譜で表せば自分はどの音から出てるかっていうことをご存知ですか。1本はこの五線譜で表すと、例えば、若い子が来て先生1本っていうのは私は8音だけど、8音っていうと五線譜で言ったらどの音から出るんですかって言われてもね、すぐ答えられる方はいいんですが、なかなか自分の五線譜で合わせると、例えばピアノだとかそういうのでもそうですけど、どの音から出てるかっていうことを今日は勉強させていただきたいと思います。はい、水1本っていう方は、そうですね、1本2本、1本の方、今水の方も今同じに手を挙げられましたけど、このようにね、さっき言ったように1本で歌う人は水1本もできるよっていうようなね、そういう詩吟によってね、詩によって変えることが非常に大事だと思いますので、とてもこれはすごく大事なことだと思います。まず1本からいきますね。ちょっと一本の方、長があります、これは先ほど言ったマイナーキーでございます。マイナーキー、マイナー、メジャーじゃなくて、こっちマイナーっていうのは M を使います。この一本のキーの方は D マイナーと言います。 D っていうのはこの D ですね。それでマイナーがつきます。
これでピアノを弾いてくださいって言えばピアノが分かってる人だったらそのまま D マイナーでもう伴奏からなんかドゥーンってあのやってそのまま歌います。だから例えばあのどっかピアノがあってピアノを弾く人がいましたらすいません D マイナーでちょっと音出していただけますかって言えばもう一本の詩吟のその調子になりますので、これあの余談ですがあのジャズございますよね。ジャズはみんなジャズの要素とねほとんど同じです。あの銀の音はこれソウルジャズです。あのよく黒人米官とかそういうのが歌い出した寂しいもの寂しいもの悲しいっていうのがこの、 あのマイナーキーなんです。だけど先ほど言いましたように日本の陰線譜はその五音の中に二つの半音があります。このマイナーというのはどうダラリ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 ラっていう中でやってますのでちょっとマイナー、マイナーを覚えるためにですね、ドレミアソラシドでちょっと陽線譜と陰線譜ドレミアソラシドそれから ドレミファソラシドこの代わりをちょっと吹いてみますから、初めに陽線譜で吹いてみます。これは音階です。これ皆さんよく聞きますよね。ドレミアソラシド。これはあの要するにあの今メジャーですけど前あのメジャーです。あの四千本ですね。今度これに書いた D マイナーのマイナーキーです。これがマイナーキー。音階違うでしょ。違いますよね。これがマイナーになります。だからジャズなんかみんなそうです。これはもう今のマイナーキーでねできるわけです。明るい曲これ今吹いたのはマイナーキーですが今度メジャーさっき言ったこれですね。これが明るいでしょ。さっきと違ってね。こう音階でマイナーとそれからメジャーっていうこういう違いがあります。だから先ほどから言ってる詩吟はマイナーキーでございます。ラシレミファ、ラシレミファ、レマイナー。ここがさっき言ったように半音になります。ここも半音になります。このフラットが一つつくっていうことはですねフラットの線上これはあのフラットっていうのはこのC の音のところについてありいますよね。フラット C のところに一つついてます。ここへ来たら半音を下げろってことなんです。半音を下げろっていうことになります。ちょっと難しいかもしれませんけど一応こういう風になってるってことだけでも覚えていただければいいんですが、ラシレミファ
これが一本の音階でございます。よろしいですか。フラットが一つついてますね。これオクターブをあの下にあの上にして書いてありますから分かりやすいように下線がいっぱいつきますから、これが D マイナーです。1本が D マイナー。日本の方は、日本の方は見えないのかな。あ、日本の方は見えますね。日本の方は、あ、何人か見えますね。じゃあ日本の方はどういうあの自分のキーは、要するに五線譜で見た自分のキーはどういう風かっていうことをちょっと書いていただきたいと思います。これは ABCDE の E フラマイナーって言います。フラットが一つついてます。E フラマイナー。よくあのコードネームなんかでも皆さんね、見ると思いますので。日本の方は、自分のね、キーは E フラマイナーだから、さっき言ったように、ピアノでも何でも弾ける方に、あの自分のキーをね、言ってもらえば、あのそれをバーンと出せば、もう日本のキーになってますから。これはね、フラットがいっぱいつくんです。このようにね、フラットが5つつきます。これもフラットはどこにつけてもいいってもんじゃないです。先ほどと同じようにシのところ、ミのところ、ラのところ、デのところ、それからソのところ、ド、ドのところ、これへ来たら半音下げろってことですのでね、フラットは半音下げろってことです。だからフラットがいくつついてるかっていうのは、フラットのところに音階があればそれを半音下げればこの Em フラットになりますので、これは C の音から始まります。 C、 それから次は Do、 Doミ、ミの音、ミ、ファ、ソときます。ちょっと見にくいかな。シ、ド、ミ、ファ、ソ、シドミハソってなりますね。このところを来たら、このドの音もドのところにフラットがついておるからドの音が半音下がる。ラシドー、これは半音になります。ちょっと非常に難しいと思うんですが、自分のキーだけでいいからね、書いていただければ。それとこのファーソー、これも半音になります。なぜかというとファーソーのソの音が、これ半音がついていますね、このソの音にね、それを半音下げるっていうことです。シードミファーソー、フラットがね5つついています。それで E フラットマイナー、これを自分のキーとして覚えててください。なかなかね難しいと思います。だから自分のキーだけで結構だと思いますので、続きて3本ですね。
三本の調子の方結構多いんじゃないですかね。三本の方、先ほどの俳句の先生は俳句を、先ほどは三本でやられました。だから普段五本も出る方だと思います。詩人ではですね。だからこれ非常にフラットがいくつつくか、シャープがいくつつくかっていうことで覚えていただければいいかなと思います。次は三本調子の方、手を挙げてくださいね。たくさん見えますね。はい、じゃあ三本調子の自分の本数はピアノで言うとシャープがいくつついてるのか、フラットがいくつついてるのかっていうだけでも結構ですので、覚えていただけますか。これ E マイナーと言います。 E マイナー、自分のキーは3本の方は E マイナーのキーです。これ下線上に来ましたので、今度下へ下げます。オクターブ下げ、同じ音ですので、まずこれはですね、シャープ、今度シャープがつきましたね。シャープはファのところに一番初めつきます。一番上の線ですね。ここにシャープがつきます。シャープが一つつきます。これが E フラマイナー、いや E マイナーです。これは C から始めます。次はド、シド、次はミ、ミ、ファ、ソときます。シャープが一つついて、始めるのはシの音からで、ドシシの音からね。これちょっと自分の本数だけで結構ですからね。これが半音、それとこれが半音になります。なぜかというと、ここにファが一つついてますね。シャープが一つついてます。ここのファに来たら、これを半音を上げるっていうことです。そうするとここがファワーってなって次のソに行きます。これが半音になります。4の方は F マイナー、覚えてくださいね。 F マイナー、 F にマイナーがつきます。マイナーって言ったら、さっき言ったように音階でやったように、ちょっと憂いを持った寂しい音階です。五線譜で言うとね、それがどこから始まるかっていうと、これがフラットがですね、 C、ミ、ラ、レ、シにラレって4つつきます。シにラレって4つつきまして、始まる音はここから始まる、ドの音からです。ド、ピアノのド、ド、その次が半音になります。ドレ、ドレ、ファ、ファ、ソ、ラ、ドレファソラ、ドレファソラ、ここにフラットが入ってます。そうするとここがフラットが入るから半音になります。それとここもラの音が入ってます。半音下がりますので、ここも半音になります。このようにみんな本数本数で半音半音となっていきますので、それじゃあ取り急ぎちょっと次、4本の方よろしいでしょうかね。自分のキーは F マイナーの、始まるのはピアノのドの音からです。ドラ、ドレは国権になりますね。
キーチェンジャーを持ってる方はみんなあのキーチェンジャーでやっちゃうから自分の本当のキーはどうなってるか分かんない方が多いからね。だから一応こういう風になってるってことだけ参考にしてください。次は5本です。5本でやってる方はちょっと手を挙げてください。わあ、男性が多いですね。すごいね、ここは随分高い人が多いですね。高いからいいってもんじゃないですけど。F シャープ、マイナー。今度はシャープ、F シャープ、マイナーということです。これはシャープが3つつきます。ファー、ドー、ソ。ファー、ドー、ソってきたところは、半音上げるんですよ。シャープがつけばね。ここもシャープがついてますね、どの音にね。そうするとここが半音になります。それとここもソの音がついてますから、ソにシャープがついてるから半音になります。5本の方、黒鍵から始めます。ドの黒鍵から、ドラドレファソラ。それでこのソの音も黒鍵になります。ファの音も黒鍵になります。黒いやつね。これが五本調子です。シャープが3つついて F シャープマイナー、始まるのがドの黒鍵から始まります。お分かりですか。はい、次6本の方は結構見えるでしょう。そうですね、40人ぐらい見えます。これはあの さっきあの吹きました、これゲーマイナー。ジャズなんかよくゲーマイナーでやるんです。6本調子でやりますからジャズなんかね。だからあの皆さんね、私6本だから、ゲーマイナーでちょっと音を弾いてくださいって言えば、それで6本で銀をやることができます。あとにちょっとジャズ、私ジャズ弾きますから、それであのちょっと C 銀と合わせていただきますけど、そのようなあのジャズピアノでも、ゲーマイナーって言えばもう6本調子になってますから、ジャズの要素ってすごく含まれてるんです、あの銀鋭には。これあの C、ミ、フラットが2つつきます。2つね。これはドレのレから始めます。レ、ミ、ソ、ラ、シ。レ、ミ、ソ、ラ、シ、レ、ミ、ソ、ラ、シ。ここがまた同じように半音が2つ入りますね。これあの1つとここにも半音が入りますので、フラットが2つついてますから、ミのところにフラットがついてますね。このミが半音下がりますから、これは半分下がるから半音になります。このラ、シもシのところにフラットがついてるから、シを半音下げますから、そのようになります。次はですね、よろしいですか、6本。6本目、レの音から始めます。ドレミアンソラシのレ、レミソラシ。フラットが2つつきます。これはゲーマイナー、ゲーマイナーって言います。で、自分
4のキーだけ覚えておいてくださいね。よろしいですか。だから比較的六本調子の方っていうのはどんな楽器でも合わせやすいんです。音楽ミュージシャンだったらもう本当にどんな楽器でも一緒にジョイントできるんです。6本の方ね。この7本の方はシャープが7つつきます。フラットが7つつくから嫌がみんな嫌がります。これ黒鍵ばっか叩かなきゃいけないからフラットマイナーと言います。これフラットがね全部で一番つくのは7個なんですけど、これが全部フラットついてます。だから黒鍵だけでできる。7本の方はピアノでやる方いるでしょ。黒鍵だけでやってるでしょ。黒いのだけで、みんな黒鍵だけです。黒いのだけで、これミファラシド8音調子の下だから、これがシミラレソドファ、ここまで来ちゃったな。ファもつくんですよ。ファの音もこうシミラレソドファってフラットが全部つきます。このようにこれは7本調子です。ね、7本の人ちょっとねかわいそうだよね。ミュージシャンと一緒にやってももうベテランのミュージシャンだったらできますけど、なかなかこうフラットが多くなったら演奏難しいんですよ。とっても難しいんです。まあ一応自分のキーはアンフラマイナー、それで始めるのはミファラシド、ミの音の黒鍵です。フラットが7つつきます。それを覚えててください。これは一度じゃねなかなかわからないと思いますけど、でも自分の音階はどうなってるかっていうことだけでもねちょっと今日は参考にしていただければと思いますので、次がこれが詩吟の基本になっております。なぜ3から始まるかっていうことも、この次は何にもつきません。シャープフラットも何もつかない、ここから始まる。ね、先ほども書きましたけど8音調子、これアーマイナーって言います。何もつかないアーマイナー、ミファラシド、これがね皆さんなぜ 3の音になるかっていうのをここから始まりますけど、日本のね邦楽の音符は筋譜なんです。皆さんご存知ですよね。大正琴とかそういうのもそうだし、三味線もそうです、尺八もそうですね。前は今のツレチリアになりましたけど、数字譜で表してます。そもそも三はなぜ四音かって言ったら、ここの八本調子の何もついていません、これが基本のパターンになりまして、ドの音が1、次が2、これが3になります。ミの音が四音になります。だから3の音って言ったら、どうして3なのって言われたら、これは邦楽の古典譜。それでミ3、3ダッシュ、それから5、6、
7と来てるのはこれ八本調子が中心になってます。八本調子から詩吟のその、数字符 3から始まって3ダッシュ、これはみんな八本調子を、だから皆さんね、あの何が基本になってるかって言ったら、この八本調子が何にもついてないですよ。アーマイナっていうのは何もついてないでしょ、ここにフラットもシャープもつかないでしょ。これがこれがあの基準になって詩吟のその本数の名前がここから来ました。三本っていうのはミから始まりますよね、ミから始まりますよね、ミ、ミの音が四音になりますよね。音楽っていうのは先ほどもこう言ったけど、ミファの間が半音で、ヘルツから言うと、こうまあ平均率の話もしたいと思うんですけどね、平均率、これみんなサイクルにあの全部振動数があります。だいたい先ほど言った23点いくつのヘルツ、あの半音半音でヘルツが上がっていってます。だけど先ほど言ったあの日本の陰線法っていうのはここの間がすごく狭いから、こう人の心をキュッと引っ張るものがあったりなんかするってことをお話ししましたよね。これはみんな八音調子、八音調子の方たくさんいます。ああ見えますね、八音調子がね中心になってるんです。中心っていうか八音調子を基本にして詩吟はこういう数字符とかそういうのが全部、だからご説明も聞いたことあると思うんですけど、要するにあの派生音っていうんですけど、フラットもシャープも何もついてない状態からこのミの音が3の音、ドレミ123、ドレミ123、これが3の主音として決められたものです。ちょっとわかるかどうかね、ちょっと難しいですけど、要するに3っていうのはなぜって言ったら、アーマイナーのキーのドレミ3番目だから3に主音がなったってことだけでもいいから覚えててくださいね。新しいあのお弟子さんに聞かれてね、3ってどうして1の方がいいんじゃないって言われてみたら、この要するにアーマイナーのシャープフラット何にもつかない、そのミから始まるからミファラシド、だから3が方角の数字123になってるから3が小になるってことをね、あの解いていただきたいと思います。よろしいですか。9本の方見えます？見えなかったら一応これで時間がないみたいですので、基本の方は後にじゃあ楽屋まで来ていただければ教えますので、はい、ね、先生よろしいでしょうか。はい、まあ、まだ本当にヘルツからまだこれからねいっぱい本のこととか話したいんですけど、時間がこれじゃもう全然足りませんので、また皆さんももう退屈されると思いますので、私はいつも言わせてもらうのは合わせて歌わないでほしいんです。もうね、演歌と同じようなね、合わせて歌う方が多いんですよ。銀の魂っていうのは抜けちゃって、本当に綺麗に歌えばそれでいいっていうね、もう歌になっちゃって、だから全くその今度 CD を使ってコンクールとかそういうのね、あのいろいろこれからあると思うんですけど、歌わないで吟じてください、吟じてください。だからあの、要するに合わせてここ来たら天空になる、もちろんそれは外しちゃいけないけど、次ここ来たらこの音が鳴ったら要するにあの小空に行くとか天空に行くとか結空に行くとか、そういう風にするとね、情景が描写できなくなっちゃうんですよね。要するに綺麗に歌おうっていう、もう本当に演歌とかそういう世界と同じような形で吟を歌っちゃうような方が非常にあのまあね、あの心配してるんですけど、だけど銀はあの本当にあのだからそういう今オーケストラであのコンクールとかそういうのが
そういう 世界になりましたので、要は歌わないで吟じてほしいんです。ここ来たらこうじゃなくても結構だと思います。そうするとそこまでワンツースリーワンツースリーって心で数えながらやっちゃうと、どうしてもその情景が現れてこないから、先ほども言ったように心に、先ほど僕も同じ曲を2回吹きましたけど、これはこのようにやるんだっていうその気持ちの構えっていうのをしっかり持っていてくだされば、それであの素晴らしい日になると思いますので、あのオーケストラ、オーケストラのその、伴奏であの頑張っていただければ、はい、あの素晴らしくあのこれぞ吟っていう世界ができてくると思いますので、はい、合わせないでください、歌わないでください。オーケストラでやるときはそれをあの審査員の方は皆さんも耳ができてますから、あこいつ歌ってるよとかね、そういうあの審査員の方とも話すんですけど、やっぱり歌っている人はどんなに綺麗に歌っても落とされます。だから非常に難しいテクニックとは思うんですけど、オーケストラ伴奏で吟じてください。そのようなことで、はい、ぜひあの頑張っていただきたいと思います、はい、それであの必ずね、あの詩をもう本当にあの何回も何回も、今先ほどからあの市村先生言われたように、詩吟をね口先で言っちゃダメ、あの詩を腹からその情景を浮かべながらやれば、あの4行の詩は全部体の中に入っちゃいますので、口先で「弁声しくしく夜顔を渡る」っていうんじゃなくて、弁声その情景をね、あの朝霧の中を行くような、そういうあの要するに弁声しくしくっていう自分の心の中で詩を吟じてほしい。そうすれば必ずあの銀の中に出ますので、口先だけではダメですね先生ね。はい、一応そんなことで長くなりましたけど、はい。